それでは計算基礎学1の第13回の授業を始めます。まず前回の授業のまとめです。前回は、有理数を常用化に埋め込んでの計算ということで、そのとあと有理数の循環小数表記からの復元をと拡張ゆっくりと誤助法を用いて行う方法について紹介をしました。で、今回の内容ですけれども、今回は中国常用算法の応用としまして、モジュラー算法という方法ですねに、について紹介したいと思います。で、モジュラー算法というのはその中国常用算法を用いた、あるその方針に沿った一連のアルゴリズムの総称ですけれども、その中で今回はその行列の積を計算するというのに使うそのモジュラー算法を紹介したいと思います。で、まずそのモジュラー算法について、概要をですね、紹介しておきたいと思います。このモジュラー算法と呼ばれるものは、主にその多倍調数を扱うアルゴリズムを対象としております。そして、そのアルゴリズムで扱う数っていうのが出てくるんですけども、その扱う数の絶対値の上階というのが、ラージ M だったのに対して、この2倍のラージ M を上回る、上から抑えるようなその生成数 N というのをあらかじめ算出しておきます。で、この N に対して、その N1 から NK というその生成数をですね、求めるんですね。で、条件としては N1 から NK の積が N に等しく、かつその NI と NJ は対に互いに素であるような、そういう N1 から NK という整数の組を求めておきます。一般には互いに素という条件が満たされれば十分なんですけれども、実際にはその素数を用いる場合が多いです。で、これに対してその今求めた N1 から NK を法として警戒その目的とするアルゴリズムをその N1 から NK を法とする常用環上で実行します。係数はその常用環上に移してですね、アルゴリズムを実行するということです。で、最後にその中国常用定理を用いて、その N1 から NK の積である方 N におけるその解を復元します。で、その時復元された解なんですけれども、もともとその N というのはそのアルゴリズムで出てくるその数の絶対値の上階に2倍を超える数として扱っていたので、この時点でその整数上の解とに等しいということが保証されておりますので、この N を法とする中国常用定理を用いた解によってその整数解が得られるという流れになっています。以上がこのモジュラー算法と呼ばれる一連のアルゴリズムの手法の概要です。そこで今回はそのモジュラー算法の一つとしまして、その行列の積を計算してみようという手法を紹介したいと思います。テキストは 4.9 節、64ページから始まっておりますので、必要な人は一緒に確認しながら進めてください。で、今回はですね、多倍調数を成分に持つ行列の積を計算するということを考えます。多倍調数といっても、要は整数を成分に持つ行列の積を計算すると、非常に単純な計算ではありますけれども、計算機台数でもこういう整数の成分に持つ行列の積というのは非常に基本的な演算の一つなんですが、やはりサイズ、行列のサイズが大きくなったり、それから各成分のサイズが大きい、多倍調の数でいうと長さが長くなったりしますと、非常に計算は困難を極めます。ですので、こういうそのモジュラー算法を用いてこういった基本的な計算を効率化するというのも、その研究やあとはそういう研究の応用の上では重要な課題であります。で、今回ですけれども、まず A と B というのを、これは M 行 N 列の整数を係数とする行列とします。で、問題は、A と B の積を C を計算しましょうという、至極単純な課題なわけですね。で、
今回なんですけれども、その行列の積のアルゴリズムにも、その実は高速化を目的とした特殊なアルゴリズムがありますけれども、今回はその行列の積の計算手法としては古典的な皆さんがその線形代数で習ったような計算方法で行列の積を計算するものとします。すなわち、これはここから使う記号なんですけれども、この C のこの括弧の RT と書いて、これは C の RT 成分ということを表します。で、同じようにこちら、右辺の方は A の RS 成分と B の ST 成分というのを表すんですけれども、この古典的な行列の情報ですと、この C の RT 成分というのは、A の RS 成分と B の ST 成分の積を、S が1から M まで和を取った、内積のようなものを計算したということになるわけです。で、基本的にはその C の計算法はこの方法に従うということにします。それではまずここで、この単純な方法でですね、その素朴にこの C を計算した場合の計算量をちょっと見積もってみます。で、ここではまず、いくつかその仮定を設けますけれども、この行列 A の各成分の絶対値、それから行列 B の各成分の絶対値が、M という整数で上から抑えられているものとします。そして、これ M は一般に多倍長数ということにしまして、この L をですね、M の長さと置きます。で、この時、この A の何がしかの成分と B の何がしかの成分の積の、一個ずつの成分の積の絶対値っていうのは、この M2 乗で上から抑えられるわけですね。まずこれを確認しておきましょう。それぞれの値が、絶対値が M で抑えられてますから、積は M2 乗で抑えられてるっていうのは、明らかかと思います。でそして、今度はこの C の RT 成分ですね。この C の RT 成分の絶対値がどのぐらいで抑えられるかっていうと、これはその A の成分と B の成分の積 の M 個の和ですので、これが、その M2 乗かけるスモール M で抑えられているということが言えます。でこの C の RT 成分の絶対値の乗解をですね、M プライムと置いておくことにします。それから今回は、A と B の成分の絶対値の乗解と、それから行列のサイズの間に、こういう仮定を置いておきます。すなわち、行列のサイズ M よりも、この各成分の絶対値の乗解、ラージ M の方が、等しいか大きいということにしておきます。で、一応この仮定を入れますと、スモール M やラージ M がもし、多倍長数で表していたときには、スモール M の長さはラージ M の長さで上から抑えられているということが分かりますので、これにも注意しておきます。で、今以上の仮定を設けて、この A×B のですね、計算量を見積もることにします。まず、ここですね、この A の RS 成分と B の ST 成分の積の計算量を見積もりますけれども、ここはその A の成分、B の成分とも長さ L の多倍長数、たかだか L の多倍長数ですので、長さ L の多倍長数同士の乗算の回数に、この長さ L の多倍長数同士の乗算の計算量をかけたものが、まず計算量として現れます。で、この乗算の回数を見てみますと、まずこの RT 成分の求めるのに登場するこの A のと B の成分の乗算の回数っていうのは、まず合計 M 回あるわけですね。A の RS かける B の ST で S が1から M まで動きますので、M 回掛け算を行うと。で、これは、C の1個の成分を得るために、この A の1個の A の成分と B の成分の掛け算が M 回発生するということなんですけれども、C の成分というのは合計で行列ですから M2 乗個あるわけですね。そうすると、その合計の乗算の回数っていうのは、この1個
この成分を求めるのに登場する乗算の回数の M2 乗倍ということなので、まず M3 乗回の乗算を行うということになります。そしてその各 M3 乗回の各乗算ですねの計算量がいくつかっていうと、これは多倍長数、長さの L の多倍長数としての乗算の計算量というのをやりました。これはそれぞれのこの長さのですね、積に比例するということをやってましたので、だから1回のこの成分の乗算の計算量というのはこの L2 乗に比例するというわけですね。 L2 乗の計算量の計算が合計 M3 乗回行われるということなので、そのまずこの行列の各成分を計算するために登場するその乗算の回数というのは θ の M3 乗 L2 乗で見積もられます。まずこれを押さえておきましょう。で次に、この A の成分と B の成分の積なんですが、これの和を取って今度 C の成分にしなきゃならないわけですね。そうすると今度は、多倍長数の加算の回数とその計算量を見積もることになります。でまず多倍長数の加算の回数から見積もりますと、例えば C の RT 成分を計算するにはこの A と B の成分の積をこう M マイナス1回か、M マイナス1回まあ、和を取るわけですね。まあ、M マイナス1回ですから、θM 回としていいわけです。ということで、まずこの、1個の C の RT 成分を得るために行われる加算は、θM 回ということになりまして、で、行列、C にはこの RT 成分というのは合計 M2 乗個ありますので、そうするとまず加算の回数は合計で M3 乗、θM3 乗回発生するということになります。で次にじゃあその θ3 乗回の加算のそれぞれの回の計算量が一体どのぐらいになるかっていうのを見積もるわけですね。でそれを見積もるにはこの A と B あ AB のですね AB の各成分の長さを見積もる必要があるんですけれども、先ほどの見積もりからですね、この、まあ、AB の各成分の長さと、あ、AB、ちょっと待ってくださいね、2L か、AB の、その、あ、A と B の、あ、そっか、A と B の長さは、それぞれ M で抑えられてましたので AB の長さっていうのは、まあ、L で抑えられると、あ、 2L か、ごめんなさい、 AB の A と B の長さがそれぞれ L で抑えられていたので AB の長さは、まあ、2L で抑えられてたということになります。でとそうするとですね、あ、そうか、結局その M の、大きさが M の2乗の多倍長数を M 回かけましたので、その長さは M の2乗かけるスモール M で抑えることができまして、でこれ長さで言うと、これM の2乗、 M の長さが L でしたのでこれ 2L と、それからスモール M の分を加えるということで、これで上から 3L で抑えることができます。で、まあ、3L は θ の L ですね。L に結局この AB の各成分の M 個の和というのは θ の L に比例するということになるんですけれども、まあ、その足し算がですね M の3乗回やられますので計算量としては θ の M3 乗 L で見積もられることになります。ということで、一応この C を求めるための計算量としては、掛け算が θ の M3 乗 L2 乗のオーダー、それから足し算が M3 乗 L のオーダーになるんですけれども、まあ、この中でそのより大きいやつ、全体的に大きくなるやつですね。だから各変数の指数が大きい方を取ると、これは掛け算の M3 乗 L2 乗の方がまあ前期的には大きくなるということですので合計の計算量は
セイタの M3 乗 L2 乗のオーダーで評価されるわけですね。でこの計算量をその中国乗用定理を使って、改善しようというのがこれから行う話です。